吉田博明は、日本の政治家。元奈良県柏市長。大阪府八尾市出身。1979年3月、大阪明城高等学校卒業。1983年3月、近畿大学法学部卒業。同年4月、西武百貨店に就職。その後 USJ へと進み、企業の創業や国際商業ビジネス、大型プロジェクトの重責を担う。2008年2月、中部国際空港株式会社の商業、事業部長として、経営に深く参画。業界屈指の企業からのヘッドハンティングを経ながら、小売業のスペシャリストとしての経歴を持つ。2012年5月20日に行われた奈良県、柏市長選挙に、みんなの党の推薦を受けて、立候補。自由民主党の推薦を受けた。無所属の川田裕、日本共産党の推薦を受けた、無所属の中井聖雄ら2人の候補者を破り、現役の民間企業出身の市長として、初当選した。得票数は、吉田、1285票、川田、9603票、中井、3118票。投票率は、40.60%。6月3日、市長に就任。2016年5月16日告示の柏市長選挙で無投票再選。2020年5月24日投開票の同選挙に自民党の推薦を受けて立候補したが、元市議の福岡典弘に少佐で敗れ落選。ありがとうございます。